早速政治73公園に残る、早速政南寺の銅像跡、早速政治大正15年9月13日は、明治、大正期の日本の実業家、政治家。初代大倉政務次官、農林大臣及び大倉大臣。広島県沼田郡新城村出身。出生名は中山米吉。中山家の次男として、生まれ苦学して、 旧正広島中学を経て1887年、東京専門学校政治経済英学科を卒業。前年、秀才で通りながら遊びすぎて、卒業試験に失敗したことから、南時を誠義を閉じ、静止性何と改名し、中山性何時となった。卒業前に、埼玉英和学校校長代理研教頭を務めた。1889年下日に日新聞社主の、 早速活動の養子となり、早速西南寺になお改め、同年、社長研修筆として、新聞を経営、優秀な頭脳と即筆で活躍。1896年県会議員、1902年衆議院、議員初当選。引き続き県会議員を兼ね、また、広島商工会議所会頭や地元有力企業の重役として、なお、連絡寝ていたため、 地方財界の代弁者たる、紹介派に属さざるを得なかった。東京三原市出身で放送のオスとして、著名な花井拓造大二氏らとともに、政界革新運動に尽力。1915年人格式権を買われ、海軍賛成官続いて、第二次大熊内閣の際の衆議院副議長。翌1916年憲政会の結成に参加。 ようやく大政党入りすると財政通り、経済通りとして、ますます当確を表し1924年鉄道時間、ついでこの年8月、県政会の加藤公明内閣の時に、政務次官制度が発足すると、初代大倉政務次官に就任。翌1925年、加藤内閣の農林大臣、さらに翌1926年、若月内閣で農林大臣、 ついで大倉大臣となり、得意の財政経済に腕を振るうことを期待されたが、間もなく、病にかかり、入院、3ヶ月構生を去った。五57歳没。死に関する一説には、平野正門の首塚のたたりではとするものもありする。生前の功績により、1929年に、十三三君一等随法賞が贈られ、同年広島市南区の七山公園に銅像が、 建てられたが太平洋戦争時の資源回収で取り除かれている。ありがとうございます。